国総連のお話をしたけども、3年間というのは合併問題に取り組んできました。私たちも合併をなんとかしなくちゃならんということで、まあ静岡を考える会という会を作りましたし、ね、私たちも頑張ってきました。おかげさまで昨日内務省の方から、告示が出ました。これでもう誰が何と言っても途中した合併しかできない、もう佐野にはいけないということでございます。どんな方が来てもこの不倫は変えることができないということで、内務省の方から昨日、議長さんの方へ届きました。役場の方へ届きました。そういうことで皆さんにお褒めをかけていただきましたけれども、合併は成立をしたということでございます。あとは内務省の方から県庁の方へ来て、県庁の方から栃木市の方へ入ってくるというルートで入ってきます。そのような形でですね、本当に皆さんにお褒めをいただきましたけれども、合併はもう成立をしたということでございます。それで今度田中さんが出るのはわずか6ヶ月それなんですよね。6ヶ月経つとまた選挙になるんです。これは栃木市との栃木市が入る4名の議員の選挙になるんです。これは今14人ですけれども、今度は4人です。この4人が栃木市の市会議員として、今回だけは来年だけはですね、岩船町で4人を選ぶわけでございますけれども、その後の選挙になると今度は栃木市の選挙になるので、これはなかなか難しいと思います。ただこの6ヶ月後の栃木市との市会議員、この4人というのは岩船町で、だけで4人を選択するわけですから、これはそんなに難しいことではないと思います。ということはですね、佐野原で頑張っていた人が出たくないんですよね、栃木では。おそらく出たくないんだと思いますよ。そうすると栃木市で頑張ったのは今5人か6人か6人中4人ですから、まあなんとかね頑張って静岡地区で4人取ったわけにいきませんけども、岩船町で分配してですね、なんとか4人を上げたいということで私も考えています。で、私は田中さんの後援会長の田中さんのアドバイザーとしてですね、第1回目の選挙から携わっているわけでございます。それでまあなんとか皆さんに協力していただいて、まあいい成績を収めたわけでございますが、今度もですね、投票になるかならないかまだ分かりません。これは28日で書類調査がありますから、ここで出てくるかどうか、今のところ12年、今のところ12年、あと2人なんですね。あと2人出るとちょうどなんです。3年出たと選挙なんです。なるほど、3年出ないよね。皆さんに気をつけなくてはいけないんですけども、この選挙ばかしはね、そういったってね、俺は出るんだなんてそう言ってもわかんないんで、まず田中さんも2期を頑張るということで、今日この決起大会を開いているわけでございます。そしてまずこの決起大会が終わった後、選挙準備に入るわけでございますけども、一応皆さんのところへ田中議員も挨拶に行ったと思いますけれども、誰が出てくるか分からないので準備だけはしろということで、今準備してます。いつ選挙になっても結構だと思います。私たちは頑張りますから、結構だと思いますけれども、できればね、選挙のないような無投票の選挙がしてくれればというふうに考えています。あまりつまんない話もしてらんないんですけども、この4年間の中の活動っていうのはここには出てきますけども、これだけの仕事をやりながら合併で3年間果たしてきたわけです。まず合併で一番本物ってのは誰かって田中さんだと思いますよ。私も一緒に車に乗っていて、
田中さんと一緒に歩いてですね、本当によく歩きました。そして隅々まで田中正太郎さんを売りましたね、小野寺の奥の方まで。それこそ行ったこともないようなところまで車で行きました。こういう運動がしながら、こういうその活動、この他にもやってるんですよ。その他にも福島の方行って一生懸命でアドバイザーしてるんです。福島の人たちと一緒に話をして、それ後片付けをやったりいろいろやってるんです。そういうのがまだ目に見えないんですけども、田中議員っていうのはそういう細かい仕事を一生懸命でやる人だなということを、私も本当にもう4年間一緒にいて立派な人だと思います。こういう人がいるから岩国町もなんとかなるかなと。議員って皆さんよく知ってると思うけども、いい加減な議員いますからね、あの野郎何やってんだっていうのがいるんですよ。14年の中には話はうまいんですよ。話はうまいんだけども、実際には体を動かさない、儲けることばっかりやってる人もいるんです。しかしそういう人は普段も起きてるからね、金前だって何するか分からないから結構当選してきちゃうんです。だからできれば皆さんがよく見て人をね、あの人だ大事だなと、この人はダメかな、皆さんの目で見れば分かるわけですから、その中では田中正太郎さんがトップだと思います。私が応援してるからじゃありません。これは議員の中で重要なの中で皆さんの理解方法を見てると思いますけども、田中正太郎さんが真面目にやっぱり一番やってるんじゃないかなというふうに思います。また正太郎さんは華やかの方の仕事をやったりいろいろやってるんです。羽根川の方もいろいろ赤字を作っちゃってですね、田中さんが会長になっていくらか今良くなってきてるんですけども、最初はね、栃木町長だったから大雑把だから、あの人はだからね、いろいろ赤字を作ったんです。いろいろ赤字を作ってもうやめようかっていうところまで行ったんですけども、せっかく始まった仕事なの、事業なので、これはやっぱり潰せないということで議員さんが骨折ってですね、今やっと上向きになったというところでございます。まずイチゴなんか最初作った時は全然売れないんですから。イチゴ作ったって木だけあるけども、実がないんですよ。それで隣のね、半径の方の人のイチゴ持ってきて売ってるんですから。おい、あんたね、華やかだって華やかじゃなくなっちゃいますよ。そういうところまで細かく見てですね、やっぱりやってきてる原因というのはそんなにいないんですよ。やっぱり田中正太郎さんが一応やってるから一応の方も見てるし、また中には武道やってる人もいますので、武道を見てる、ナショをやってる人もいるのでナショを見てる、こういう方ってですね、やっと農園らしくなってきたかなというのが今の現状です。最初はナショも取れない、武道も取れない、一応なんか葉っぱぶっかしてるんだよ。花なんかねえんだから、イチゴ畑に。そういうイチゴさんにも作りたんです。今は良くなりました。イチゴもちゃんと毎月毎年毎年で売ってますけども、最初はあそこでシルバーの方を使ってね、植え替えだとか手入れだとかってのやってたんですよ。一生懸命でね、専門家がいるのにシルバー頼んだっていい仕事はできないんですよ。シルバーなんて時間稼ぎだから、4時間経てば俺はいいんだっていう人は見てるんだから、なぜだってならないですよ。ぶどうだってならない、嫌だっていうの。そういう運営を栃木町長がやってきて赤字にしちゃったと。今一生懸命で翔太さんが赤字を回してますけども、えらい赤字をしとったんですよ、あの華やかを。それはやっぱり責任立つ人がいい加減だから、あの人たちに農大で言ってるんですよ。農大まで出てて植物は全然わかんないですとか。だから皆さんが嫁ぎ出してるのは俺は佐野だって言ったんですよ。そういう性格をしてる人ですから、私も最初からあの人を応援してるんですよ。金まで包んでそっくり裏切れちゃったよね。私みたいな真面目な人を裏切ったらダメですよ。本当に先がないから、
そういう人だから私はこれからも田中君のためには一生懸命頑張りますので、どうか皆さんよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。